どうもこんにちは、伊豆のディズニーファスティナルです。今回僕は今香港ディズニーランドに来ています。やりました。今回目的が2つありまして、1つ目がマーベルのイベントを楽しみたいとこ、そしてアントマン&ザ・ワスクナノバトルのアトラクションをガチループして徹底攻略していくというところですね。4月下旬から6月10日までマーベルのイベントが開催されていて、トゥモローランドでマーベルのドローンショーとね、ちっちゃいショーが開催されるようです。こちらね、楽しみにしてきました。1ヶ月前にですね、香港に行ったんですけど、マーベルがイベントが始まるちょうど直前ぐらいに行ったもんで体験できなかったんですね。今日ね、5月の中旬で1ヶ月で2回目の香港ディズニーなんですけど、まあでもどうしてもね、ちょっとマーベルのイベント行ってみたくて、はい、こちら今日来ちゃいました。そしてあとね、アントマン&ザ・ワスプナノバトルというシューティングアトラクションです。こちらはもともとバズ・ライトイヤーのアストロブラスターだったんですが、2019年にリニューアルして世界のパーク最新のシューティングライトとなっています。でこちらね、前回やった時にめちゃくちゃ面白くて、ちょっと徹底的に攻略したいと思いまして、今回その攻略をメインでこちら来ました。あのアトラクションループするためにね、香港来てる人ね、なかなかいないと思うんですけど、はい、僕がね、これやりに来ましたよ。でね、僕がこれさっきからチラチラってるんですけど、はい、シルバー年パスですね。平日限定で入れるシルバーの年パスです。今日は平日、入園料はなしですね。これで入り放題です。だからここで、ね、飛行機とあと今日1泊ホテルを抑えてるので、ということで1泊2日で、香港ね、楽しんでいきます。じゃあ今9時50分なんですけれども、今日10時30分開園で、まあそんなに急がなくてもいいと思うんですけど、ちょっと人がもう待ってる人は待ってるので、僕も向かいたいと思います。行ってきます。現在僕は羽田空港に来ております。23時ですね。これからですね、深夜2時の香港エクスプレスを使って香港に向かいます。向こうには6時に着く予定ですね。いやー、初めて一人で海外に行くってところで、今めっちゃドキドキしてますね。まあ、なんかね、こう空港に来るとね、なんかみんな飛行機乗るから大丈夫かなと思うんですけどね、やっぱり一人で飛行機乗るってね、まだちょっと慣れなくて結構怖いなと思っておりますが、まあ今結構眠いのでね着いたらね、すぐ寝たいと思います。ちなみにですね、今回持ち物はこのリュック1個だけですね。 1.5 日なので、まあ、着替えと眼鏡、コンタクト、あと充電器、これだけでもう最低限の荷物でリュック1個で行きます。じゃあ行ってきます。はい、香港エクスプレスって書いてありますね。こちらです。今回往復 3.7 万円でした。はい、チェックイン完了しました。で、1時50分までにゲート行ってくださいとのことでですね、ちょっとお腹が空いていて、なんかご飯でも食べに行こうかなと。お寿司がね、24時間でやってた気がするので来ますね。はい、お寿司、来たんですけれども、結構値段しますね。そしてなんと深夜料金プラス 10%、 これはきついこれはちょっと厳しいですね。今回は食べれないです、残念。はい、今出国ゲートを抜けました。無事に通過できました。今0時14分で、出発までね、あと1時間30分ぐらいありますので、こちらのスカイラウンジ行きます。 JCB のゴールドカードだったら行けるみたいなのが書いてあったので、ちょっとここでね、充電とかしたりしたいなと思ってます。今1時です。あとね、1時間くらいで出発になりますので、ラウンジ出ました。なんかね、お寿司がね、なんかどこにあるらしいので食べに行ったら食べに行きたいなと。お寿司食べたいんで、お寿司を食べたい。いや、もうめちゃくちゃ眠いんでね、もう座ったらすぐ寝て、起きたら香港チャンネルしたいなと思ってます。はい、無事に到着しました。無事に入国することができました。よかった。6時30分くらいかな、今ちょっとお腹空いてきたんでマックに行こうかなと思います。ご飯屋さんこの上のとこにあるんですよね。前回行ってそれは知りました。これ初めて見る、こんなの。なんか、うわ、18ドルなんで
20倍なんですよね。360円、400円、あ、いつものやつ400円するレディア、セットにしよう。これセットで720円、ドリンクはそうだな、コーヒーにしようかな。餅ブヨシェシェ、オッケー。天下多分これだろう。どうやってお金払うんだ。あ、結帳これっぽいな。あ、ビザ、マスターカード、アップルペイ、いろいろいけますね。じゃ電子決済で、あ、そう、取りに行きましょうか。これで、はい、注文できました。はい、受け取ってきました。これで36ドルですね。720円。いやー、これ日本だとね300円ぐらいで食べますよね。ちょっとしかもなんかパンも一回りちっちゃい気がしますね。これコーヒー、いや眠いな、普通に3時間ぐらい寝たけどちょっと眠いんでコーヒー入れていきます。はい、じゃあいただきます。ではディズニーランドに向かいます。マックで休憩して、その後ねベンチでちょっと休憩してね、結構ね眠いでので寝たかったですが全然眠れなくて、で空港もちょっと騒がしいので、いつもディズニーランド行っちゃおうかなと。今向かったら9時半ぐらい、開園1時間前くらいな気がするんですけれども、で今回はねちょっとバスで行こうかなと、バスと電車で行ってみようかなと思います。でなんかいろいろ調べたところですね、この左側に先に行ってから行くと全然近いということなので、はい、ちょっといい感じでやってみますね。なんだっけ、トンチョンみたいなところでバス終点まで行って、 S1 乗り場 S1 で終点まで行って、そこから電車で、サニーベイ、そんな感じのところにね行って、そこでディズニーリゾートラインみたいなやつに乗り換えていくみたいなのを、事前にですね、皆さんの力をいただいて調べさせていただきまして行ってみます。オクトパスカード、いわゆる日本でいうスイカみたいな、モバイルスイカみたいなのですね、スマホに入れているのでそれで行けるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとねまだ使ったことがないので、まあ行けそうだとは思うんですけれども、ちょっと怖いですね。とりあえず向かってみます。トンチョンステーションって書いてありますね。今これがここでサニーベイですね。そしたらディズニーランドリゾートラインってありますね。こっからこう行きます。おお、いい感じいい感じ。サニーベイ駅に来ました。ディズニーランドリゾート、なんだ、ディズニーランドリゾート乗り換え行きます。意外と楽ですね。すごい、香港の電車めちゃくちゃ静か。はい、サニーベイ、香港、ちびまる子ちゃんの看板がいっぱいありますね。さくらももこまる子、さくらももこまる子、なんか駅のね至る所にねこのポスターが貼ってありますね。タイアップしてんのかな。はい、ディズニーランド駅着きました。今9時30分ですね。8時40分に空港出て50分で着きました。まあ、大体1時間ぐらい見積もっとけばいいかなって印象でしたね。よかったよかった、スッと行けました。思ったよりスッと行けました。今あとね開園まで1時間ありますのが、結構ね人いますね。ディズニーランド行きます。はい、ディズニーランド着きました。20ドルかかりましたねトータルで、だから400円ですね。バスだと、タクシーだとね3000円ぐらいかかったので、まあ、電車で400円安いですね。いやいいな、今度から電車で来よう。いやタイは暑いね。結構朝ね6時に空港着いた時はこのね今長袖なんですけど、それでもまあちょうどいいくらいかなと思ったんですけど、結構暑いですね。皆さん日傘を差してる。ちょっとまあ半袖になったりとかしようかな。いや今日ですね、今ツイッターで話題になってるんですけれども、今日5月16日からあのファンタジースプリングスの一般スニーカーが今始まっていて、東京のディズニーシーはねすごい盛り上がってるんですけれども、香港いるの俺だけっていうね。前回来た時土日だったんですけど、今回はね空港からもねディズニー行く人はほとんどいなかったな。僕ともう一人くらい、今もねこれもう現地の方がほとんどって感じですね。すごいよねこの噴水、あのディズニーシーのねアクアスフィアみたいですよねこれ。で今開園待ちが、まあ、ちょいちょいいるけどそんなにってことでもないって感じですね。ちょっと日陰で休みたい。めっちゃ太陽暑いんですよこれ、直射日光が。
we will unlock the main entrance of Hong Kong Disneyland so you may enjoy Main Street USA. For your safety, please walk to your first destination.ね、今10時半手前なんだけど、メインストリート USA までは入れますよっていうアナウンスがかかりました。ショップとかだけ見れるのかな、あとお手洗いとか中で行けたりするのかなって感じですね。じゃあ入園します。はい、入園しました。香港ディズニーランド1ヶ月ぶり2回目です。10時半までその辺歩けるっぽいんですけど、最初にお手洗い行きます。よっしゃ、お手洗い終わりました。いや今ね10時28分なんですけど、結構人並んでますね。開園待ち、開園直後に来ると20分30分ぐらい待つかもしれないですね。あ、グリーティング、ミッキーいるね。標準のミッキーがいる。はい、トゥモローランド来ました。やったー。いや、この時を待っていた。1ヶ月間ずっとアントマンやりたかったんでね、前回のインパではねあんまり乗れなかったので、5回ぐらいしか乗れなかったので、香港のトゥモローランドでも実質マーベルエリアみたいになってて、ここが全部マーベルなんですよね。マーベルのショップと、あれアイアンマンのアトラクションと、これがアントマンですね。アントマン&ザ・ワスプナノバトルというシューティングライトですね。今回はこちらのアトラクションで100万点以上を目指します。こちらは2017年までバズ・ライトイヤーのアストロブラスターだったんですが、2019年からねこちらの最新式のシューティングライトに変わっておりまして、前回4月に来た時にこれねめちゃくちゃ面白くて、ちょっと今回は高得点目指したくて、攻略しに香港ディズニーランドにねわざわざ来ました。前回僕が来た時が、まあ、平均的に大体ね50万点ぐらいのスコアなんですけれども、ここからね100万点目指していきたいというところで、ガチガチに攻略をしていきたいと思います。あ、ちょっと待って、言ってたら今アントマン向かってたらあれが来ました。ハロー。Yes. You are. What is your mission? Mission. Yes. Yes. Ant-Man. Over yes. there. Oh, you've seen the Ant-Man today. Yes. Is he really big or really small? Yes. You never had size. 何しに来たんですかって言われて、アントマンやりに来ましたって言ったんですけど、あんまりそれ以降はね聞き取れなくて、とりあえず写真だけ撮らせていただいてね、終わりになりました。はい、5分待ちです。はい、1回目の挑戦です。でもまあ、とりあえずちょっと初手普通にやってみるか。はい、こちらね135万点ぐらいまではいけそうらしいですね。はい、でこちら三角四角この六角形でね点数に差があります。はい、もう乗り場です。じゃあ一発目行ってきます。 EMP パワーとターゲットの個数と書いてあるんですよね。この辺も知りたいですね。命中率とかスコアのこのランクみたいなのもありますね。83万4千点で、三角に47個、命中率 38%。 いや一発目からねいい感じのスコアが出ちゃいましたね。これ100万点は結構すぐいけるんじゃないかな。どうなんだろう、いろいろねギミックがあるはずなので、それをねちょっと試したいなと。いやこれ100万点結構すぐいけるんじゃないまあ100万点いったらね、その後はもうどんどんとね高得点目指していきますので、とりあえずギミックをあれして一気に100万目指していきますね。はい、2回目です。5分待ち、これ気持ちよすぎる。よっしゃ、今回もちょっと三角を狙いまくってみます。待って、この銃全然当たらん。ダメだ、壊れとるわ。なんか何もしてないのに3500点入ってる。右の銃のスコアが左に加算される。当たる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 ようになった。いやなんか音も鳴ってたから、ちょっと後でこれ確認しよう。はい、3回目です。待ち時間なし。ここむずいな。あの辺打つとなんか音鳴る。でもちょっともう一回行きます。ちょっと音鳴るやつを全部見つけようかな。右からはダメなんで、見つけましたよあれを。はい、今アントマンに4回乗ってきました。ギミックの確認をしました。結構分かりました。意外とね開けなくね、すぐ行ってすぐ確認できるんでよかったです。
あとね、銃も結構当たり外れがあってずれてたり当たんなかったりすることが、あと音が鳴らなかったりっていうのが、ね、あるので気づいて面白かったですね。こっからギミックのどこを撃ったら何点減るのかで確認してからね、次ちょっとガチで狙いに行きたいと思います。じゃあ1個ずつ撃っていきましょうか。初手点々入るんだね。上打って下打ってでもボーナス入るのか見たいね。どっかのターゲットを打ってるとあの子なんのかな。理解した。8回目終わりました。一通りギミックを見終えてちょっと次はね高得点狙ってやってみます。さあ9回目の挑戦です。いや全然ね100万点出ると思いますね。裏技的なところも見つけたのでいくつかそれを活かしてやっていきますね。100万点これで取っちゃうかもしれません。まあちょっと銃のせいにしたいですね。銃のせいにします。じゃあもう一回いきます。10回目です。あ、音鳴るね。おー、いったー、102万点やったぜ。10回目の挑戦で達成しました。よし、じゃあさらなる高みを目指して11回目いきます。71万。ちょ、次100万点取ったらご飯食べに行きたいですね。お腹空いちゃった。はい、12回目。132万。ちょっとねずっとゆっくりだったんでまあずるいかな。でちょっとお腹がさすがに空いたのでご飯食べます。ここのトゥモローランドテラスみたいなハンバーガー屋さんちょっと行きたいんで行ってみます。はい、アイアンマンバーガーコンボ美味しそうなんで食べてみますか。こっから20分待ち。ここだけさ、なんかフェーズ4とさそれ以前がさ混ざってて面白いね。ハルクバーガー、キャプテンマーベルバーガー、ちょっと悩むな。何が違うんだろう。ちょっといい感じに買います。はい、買ってきました。キャプテンマーベルリーフバーガーセットですね。140香港ドル、2800円です。なんですが、なんとね、シルバー年パスこちらで約ね 15% オフで121香港ドル、2400円。いや、年パスの割引めっちゃお得やね。嬉しいわ。これがスプライト、なんかドラえもんみたいな顔してますね。ビーフバーガーと、これポテト。はい、じゃあいただきます。今ご飯食べてきました。13時55分くらいかな。このあとここね、14時15分からショーが始まります。でみんなこれ待って座ってんのかな。ここでショーあるので、じゃあこれちょっとね待ちたいと思います。アベンジャーズのショー終わりました。めちゃくちゃ盛り上がっててよかったですね。この分かりますかね、この3列くらいで、直前になったらね立ち見とかバーってなったんですけど、15分ぐらい前に行ってね全然2列目でしたね。今14時30分です。15時からホテルチェックインできるのでチェックインしに行きます。一旦パーク出ます。あ、この時間でも今からランド来る方いらっしゃるんですね。こっちまっすぐ行くとねバス乗り場があります。でディズニーランドホテル、ハリウッドホテル、エクスプローラーズロッジはホテルまでねパークとバスで無料送迎あるのでこれで行けます。ランドホテルに関しては歩いた方が時間的には早いですね。あ、これが好評のバスで、なんだろう、どっかに行けんだね多分ね。どっか知らないですけど。でこっちがホテルのねバスですね。ハリウッドホテルはこっちって書いてありますね。分かりやすい。あ、結構待ってるな人。15時手前だからみんなチェックインしてる。あ、ちょうど来た。めちゃくちゃラッキー。ハリウッドホテル着きました。あ、めっちゃいい匂いする。水着買えんのかな。あれ待って、ゲーセンある。このチェックインはどこだ。あ、すごい、ミッキーの短編やってんだけど。
カウンターの後ろのイラストめっちゃ可愛い。チェックインチェックイン。チェックイン終わりました。パスポートを見せたらね、あと全部やってくれて、もうこれ渡されてどうぞって言われました。いや楽でしたね。でなんかいろいろね、ちょいちょいこういう休憩スペース、おしゃれな休憩スペースとかやこういう。で今回がちょっと聞き取れなかったんで間違えてたら申し訳ないんですけど、ミッキーフレンズのデラックスルームみたいな感じですね。ググったら公式サイトでは2300香港ドルなんで、こちら4万6000円の部屋でしたね。ただクルックで予約をしていて2万9000円で予約できました。だから公式サイトで買うよりね、圧倒的にね代理店でホテルは取った方が安いですね。はい、8684、結構最上階なんだけど、最上階に近い。かわいい、上めっちゃかわいい。8688、あった、これです。はい、ではハリウッドホテルミッキーデラックスルーム行ってきます。よっ、オープン。おーおーほー、あ、すごいふかふかだ。あ、めっちゃ壁かわいい。照明がミッキーになってる。これどうやってつけるんだろう。これ夜つけたいな。ここにホテルの説明とかあります。これは開かずの扉か。開かないですね開かずの扉。もうシンプルですね。テーブルとベッド2個と、これコップとコーヒーメーカーとハンガー、スリッパ。どういう電気、これ電気じゃないの。あ、ルームキーを刺さないといけないんだ。光った光った。あ、全然雰囲気違う。めっちゃ綺麗じゃん。ここも光ってるよ、ここも。あ、これだ。おお、これがトイレですね。めっちゃ綺麗、なんかゴージャスだね。洗面台とヘアドライヤーがそこにあって、タオルがあって、でなんかね4月22日から なんだなんつったっけな、カミソリとなんかがね置くのやめちゃったんですよね。あれ待って、ないじゃん何にも。歯磨きもなくないか。ちょっとさっきあんまり見てなかったな。見とけって話なんだけど、タオルとコップと本当これだけですね。アメニティなしですね。絶対買った方がいいですねこれは。でこれがシャワーだ。うわ、シャワーカーテンめっちゃおしゃれ。なんかさ、お風呂場が重厚感あってすごいいい。あ、これあれだ、すごいすごい。これと本物のシャワーカーテン2つある。うわ、これはいいわ。水道チェックしよう。あ、出る出る出る、めっちゃ出る。これミスると上から出そうだな。上から、あ、これだ。あー全然違う。あれ、これじゃない、ちょっとわかんないわ。後で頑張ります。あ、ちなみに窓は、おー、今ベッド周りを見ていたところですね。こちらなんかつながってるなーってね思ったら、なんとこれ見てください。ライトニングとマイクロ USB とタイプ C のね、これもうつなげるだけで充電できるようになってます。これありがたいですね。そしてこれ見てください、ベッドのクッションがミッキー。あ、これ裏表でミッキーでミニーなんだ。こっちがミッキーでね、こっちがミニーになってるんですね。かわいいですね。いやめっちゃいいですね、静かで。はい、ちょっと靴とか散らかってるんですけど、こんな感じです。はい、アメニティ買いました。このポーチになっててめっちゃ可愛いね。ポーチ台みたいな感じ、ほぼグッズみたいな。これめっちゃいいですね。すげえ、アベンジャーズの書いてあるな、絵が。ちょっとショップ見ていきます。さっきのカウンターの可愛いって言ってた絵の T シャツでも多分これ子供用かな、ちっちゃい子供用かも。これ大人用あったらしいな。はい、外出てみました。トラッシュ缶かわいい。あれ、あそこにある椅子さ、あの椅子、あの椅子さ、アナハイムのディズニーランドの前にある椅子じゃなかったっけ。これすごいよ、よいしょ。プール、いいじゃんめっちゃ。え、あれは何、お散歩してる。違うよ、芝刈り機だ犬の散歩かと思った、芝刈り機だ。うわうわ、虫がいっぱいいる。これね、香港越えの虫のこれがね、いっぱいあるの。何あの岩、かっこいいんだけど。この岩かっけえな、海に行くか。すごい、めっちゃ海、かっけえ岩ある。
がいっぱいいるんで、サクッと戻るか。はい、改めてこちらアメニティ追加で買ってきました。これ800円でこのポーチ買ったと思ったらめちゃくちゃ安くないかと思って、めっちゃ良かった。有料になったんですけど、その分ね、いい感じになってるって感じですね。アメニティだからこれ買わないと何もないのでご注意ください。ちょっと開けてみようかな。じゃあハリウッドって書いてありますね。で、シャワーキャップと結構雑に入ってますねボンって雑に入ってるこれ歯磨き粉かな。面白い、こういうとこ好きだな。じゃあ今ね16時ぐらい、1時間ぐらいホテルいろいろ散策したので、ちょっとシャワー見てもう一回パークね出直していきます。はい、今お風呂上がりました。すっきりした。シャワーね苦戦しましたが、なんとか開けることができました。で、今ちょっと出てきてびっくりしたんですが、バスローブがないですね。前回ね、ディズニーランドホテルのね、キングダムクラブルーム泊まった時は、部屋にバスローブがあったので、今回寝巻き持ってこなかったんですけど、ないよね。多分ないですね、バスローブが、この部屋。なので、寝巻きは持ってきた方がいいかもしれません。今日は、なんか T シャツ買って、それで寝ようかなって思います。はい、今、いろいろ支度を終えて、ディズニーランド、もう一回戻ります。ドローンショーが19時半からと、夜のキャッスルマッピングショーが21時からと。ありますので、まあ、そこを抑えつつ基本まあアントマンを乗りに行こうかなと思ってます。ちょっとねお風呂シャワー浴びてる間にねいろいろとやりたいことがまた出てきましたので、いろいろとねちょっとやっていきますね。じゃあパーク行きます。よいしょ。バスが来るはずですね。人がいないので今行ったばっかかもしれないんですけど、多分歩くと結構時間かかるので、ここからだとちょっとバス乗っていきますね。パークを簡単に行ったり来たりできるっていうのがね、やっぱこのディズニーオフィシャルホテルの魅力ってかね、強みすぎますよね。はい、帰ってきましたよ。よし、行くぞ。ちょっとターゲット全種類打ってギミックの確認をしたいですね。13回目。はい、ちょっこちょっこ。めっちゃ止まって、ボーナス点めっちゃ取りました。今ね列めっちゃ行列になってるんで、一旦ちょっとやめますね。どうしようかな、ご飯でも食べようかな。お腹空いてきたな。あ、オービトロン5分待ち行こうかな。いわゆるスタージェット5分待ち、これはいいな。5分待ちって書いてあったけど全然10分ぐらい待ってますね。音鳴らしてみるか。はい、ちょっと思ったより待ったけど面白かった。これは気になるな。飯、照り焼きビーフ&スクランブルエッグ with ライスコンボ、牛丼みたいな。あ、日式ジャパニーズカレーポークチョップ日本米だ。これさ、向こうのファンタジーランドのレストランにもあったよね。ジャンボクラブ、でかでかすぎだろ。豚骨シーフードラーメン、違う、うどんだ。豚骨シーフードうどん、あ、シーフードか肉かの豚骨さぬきうどん。え、美味しそうだな。結構これにしよう。はい、もらってきました。こちらが豚骨うどんジャンボクラブですね。これカニカマでかすぎるで、エビとホタテとイカ入ってますね。はい、ドリンク付きでスプライト頼みました。これで合計、今回払ったのが126ドルかな、2500円くらいですね。もともと145なんですけど、年パスの割引で、はい、126になりました。で、ここね、なんか外なんですけど、食べ終わったやつをですね、バッシングされていないので、スズメがすごい来ていて、なんかね、もう結構なんか嫌だったんですけど、ここしか空いてなかったので、はい、ここで食べます。さあ、どんな感じなんでしょうね。うどんなんでね、でも匂いはすごいね、うん、なんか薄い豚麺みたいな匂いします。はい、いただきます。やっぱスプライトはうまいですね。こういうものだと思ったら美味しいですね。で、ホタテがちゃんとでかい。ほら見てこれ。やっぱ前回も思ったんですけど、香港はね午後から混みますね。夕方からめっちゃ混んでて、うん、夜になったら着くかなと思ったら、全然まだまだ待ち時間伸びてるって感じで、香港なるべくね午前中に攻略していった方がいい気がしました。虫がすごい。はい、ご飯食べ終わりました。今19時2分です。あと28分でショーが始まりますが、
アントマン多分1回くらい行けそうだと思うので、アントマン1回やってきます。15分までには乗り終わるかな。なんか10が青くなってますね。電車がうまく聞きにくかったですね。一回行けるかな、もう一回行っちゃおうかな。はい、17回目かな。立ち回りを研究していきましょう。遠距離になると連射が難しくなる銃が、ありましてですね、それに来ると結構難しくなってくるんですよね。で今ね19時20分であと10分でマーベルのドローンショーが始まるので、これ見ますね。どっちで見た方がいいんだろう。ステージで待ってる人とこの LED 見てる人がいるな。まあちょっと全体的に広くね、キャラクター出たらそっちで、映像あったらこっちで、ドローン出たらこっちでって感じで、広くこの辺で見ようかなと思います。ちなみにこちらのマーベルのドローンショーなんですけど、5月の上旬からね1週間2週間ぐらいね急に休止になっちゃってて、で僕これ見るために香港予約していたのに、いやこれ見れないんじゃないかと思ったんですけど、なんと昨日ね5月15日昨日から再開してくれて、今日再開2日目で見ることができます。いや本当に良かった。いや楽しみだな。こっちとこっちで正反対の方向でキャラクターとあれがあるんで、めっちゃ見るの難しかった。じゃあこの流れ人がちょっと増えそうなんですが、はい、アントマン行きましょう。18回目。あ、これめっちゃヒントかも。かなりいい銃でしたねこれ。また59番。今日ね3回目か4回目なんですけど、これ左が壊れてるんですよね確か。右で行きます。100万点超えましたね。ついに今日20回目の乗車です。20回目。でもね前半の立ち回りはいい感じになってきた。ターゲットがシャッターが閉まるのが遅いターゲットで選んでね、狙んでいるように狙うようにしてからですね、ちょっとスコアは伸びやすくなりましたね。最初のシーンでちょっとだけ無駄があるのでうまくやりたいなっていうところですね。110万、いいですね。はい、21回目いきます。指が疲れてきた。カラフルなやつ当たった。いいですねいいですね。コツ掴んできました。なんとねこれカラフルくん、あ、ノート、さっきと全く同じ台です。そうなんなかったんだよねカラフルくん。ちょっと右左で赤でやってみようかな。赤全然ダメ。26回目。はい、27回目。今20時46分です。これ乗り終わったら50分過ぎでモーメンタスなので、これラストかな。27回かな今日は。じゃあ頑張ります。今日ラストです。最高記録、いやマジでノンストップ、最高記録なんだけど、135万点まであと1万点だったな。お、ボーナスもめっちゃ取れて完璧だったな。マジで止まんなかった。ゆっくりもなんなかった。今ね20時53分で多分もう一周いけるんだよな。どうしようかな、もう一周行っちゃおうかな。でもモーメンタス今日しか見れないんだよな。いやーダメだ、ちょっとあれだな、今ので最後にしよう。あと4分でモーメンタス始まります。見に行きます。いやこのモーメンタスが本当に素晴らしいキャッスルショーで、アントマンループするよりもこっち見たいぐらいね、もうこれが本当に神なんですよ。もう見たい、絶対見たい。あのね絶対ね見た方がいいです。これ閉園時間ぴったりにやるんで、最後遊んでねこれ見に行けば間に合うと思います。いやちょっとアントマンやりすぎて、この紫色の照明が高得点に見えます。モーメンタス3分前にいてどんな感じで見えるのか、どこで見れるのか、もう全然後ろでいいんですけどね。はい、モーメンタス終わりました。めちゃくちゃ良かった。泣いちゃいますよね。本当に素晴らしいショーですねこれは。マジで見てほしい、本当に素晴らしい。見たらわかる、本当に泣いちゃいます。いやもうそれしか言えないです。じゃあね、もう閉園時間になってるんで帰ります。本日はアントマンナノバトル、こちらをですね合計27回乗りまして、最高記録134万で取れました。止まってる間にね打ったやつはねもうちょっと高いやつあるんですけれども、もうノンストップで普通にやって最高得点134万まで行きました。1日で135万点を目指したいんですけれども、ちょっと明日のね午前中とかも使ってもうちょっとやっていきます。1日目は以上で終わりです。はい、じゃあホテル戻って帰りたいと思います。昼間にこれ可愛いっつって
見てね、子供の服しかないんだよって言ったんですけど、下の方に大人用もあって買っちゃいました。はい、これ着て寝ようかなと、今日の寝巻きにしようかなと思います。はい、可愛いよねこれね。じゃあ今日はねもう寝ます。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。おはようございます。9時半くらいなんですねそろそろ支度してパーク行かないと。今日は半日、13時か14時ぐらいまでパーク休んで、夕方からね飛行機乗って夜に東京帰るって感じです。朝食行くか迷ったんですけれども、まあちょっとお腹空いてるんですけど、ホテル部屋でゴロゴロしたいなと思って行くのやめました。だからパーク入園したらね、先にご飯食べようかなって思います。よし、じゃあ支度していきます。そしてね、昨日買ったこのシャツなんですけれども、なんかちっちゃいなと思ったら XS 買っちゃってましたこれ大人用ワンサイズかと思ったら書いてあったわ。ちょっと L サイズ買い直そうかな。ちなみにこれね200ドルで4000円でした。あー、まあしょうがないか。まあこれお家で夏の寝巻きとかにするか。今10時10分です。それではね、チェックアウトしてパークに向かいます。いやー、夜泊まってね、寝て起きてだけだとやっぱホテルね寂しいですよね。多分忘れ物はないはず。できるよね。あー、名残惜しいな。バイバーイ。はい、8684、ミッキーマウス書いてありましたね。8684、またね、ありがとね、バイバーイ。はい、チェックアウトしました。そしてこれね、ルームキーなんですけれども、お土産でくれるんですよね。だからこれ模型なんですけど、はい、ハリウッドホテルって書いてありますね。これもらえるのめっちゃ嬉しいですよね。だぜ。昨日の T シャツどうしようかな。いいか、また来たら買おう。また多分来るんで、まあ、XS でもね、あの柄が可愛いんで寝巻きにでもしてあれでいいか。はい、出ます。ハリウッドホテル、バイバーイ。また来るよ。安く泊まろうとするとね、1万ちょいで泊まれそうだったので、多分また来れます。ディズニーランドに到着しました。バス乗ってから7分ぐらいでしたね。やっぱハリウッドホテルだったらバス乗った方がいいと思います。昨日はアントマンしか乗らなかったので、ちょっとね香港っぽいアトラクションも乗りたいので、朝行って空いてそうだったら他のエリアとかも行こうかなって思ってます。はい、香港ディズニーランド来ました。2日目です。今日は14時ぐらいまでしか入れませんので、あと3時間4時間ぐらいですね。ご飯食べてアントマンちょっと乗って、他のビッググリズリーマウンテンとかなんかちょっと楽しみたいと思います。じゃあ行ってきます。もう開園してるんでね、もう行ってきます。今10時39分です。で、全然入園ゲート人いないですね。15日水曜日が香港の方では休日みたい で、その影響で16日がねちょっと朝からもしかしたら混んでたのかなと思って、今日はね全然もうすぐ入園ですね。昨日この時はねぐわーってなったんですけど。はい、じゃあ今日もね年パス使って入ります。よっしゃ、入園しました。でね、年パス今日来園4回目とかなので、ピンもらいたいですね。3回目でなんかオラフのピンがもらえるって言われたんで、それ漏らさずに行きたいな。エントランスは今日も標準のミッキー、すごい。カストーディアルがアトモスやってる。カストーディアルコスチュームなのかな。ビッグシティビークルみたいなのできた。めっちゃ似てるな。この辺になんかねパン売ってんの見かけたんで、昨日ちょっと食べます。あったメインストリートベーカリー、ホットドッグとパン売ってますね。スイートハートカフェみたいな。コンボセットが92ドルなんで2000円か。結構するね。ちょっとやだな2000円。こっちは、あ、こっちもなんかパンある。2000円だな、全部セットが高いな2000円は。あ、ここにワッフルとかなんか売ってますね。ワッフル、リーナベルのワッフルと、これチキンが3200円。トウモロコシ、栗米っていうんだ。1000円ぐらいしますね。昨日トゥモローランドでホットドッグ食べてる人がいて、それ気になったので行ってみようかな。今開園15分でね、まだアトラクションいろいろ空いてるので、せっかくなんでアトラクション乗り行こうかな。ご飯もうちょっと我慢できそうなんで我慢します。いや、それにしても明らかに昨日よりも日本人が多いですね。やっぱ金土日は多くなるのかな。はい、来ましたよトゥモローランド。昨日の夜から今朝にかけてちょっとやりたいことがあったので、アントマン一発やってからご飯食べます。
はい、来ましたアントマン。昨日から今日で28回目です。行ってきます。130万頑張りたいね。はい、94万点。ちょっと音が出なかったですけど頑張りました。はい、本日2回目行きます。はい、本日3回目。はい、本日4回目。おっしゃー、やった135万7900点700点オーバーしました。はい、本日5回目。135万いけました。140万いけるかな。118万。136000点。目指せ140万点。はい、34回目。なんと142万点。140万乗りました。なんかちょっと目の使い方が慣れてきまして、いい感じに打てるようになってきました。次35回目かな。150万いきたいね。120万点。次36回目です。はい、今アントマンナノバトルを10回乗りました。昨日からトータルで37回ですね。今12時6分です。開演から1時間半経ちました。ちょっとね、まだ行ってもいいんですけど、お腹が空いてきたのと、ビッググリズリーマウンテンがですね、今アプリでは5分待ちになってたので、ちょっと行ってみようかなと。でご飯もあのアドベンチャーランドのなんか中華料理屋っぽいところにちょっと行ってみようかなと思います。いや、今日初めてのトゥモローランド以外の場所に行きますはい、アドベンチャーランド、この門がでかいの面白いですよね。アドベンチャーランドの門めっちゃでかい。お、モアナのショーやってますね。中華料理っぽいところ気になってたので行きます。あ、まだやってないんだ。ここね、12時半からかな。リージョナルアジアン、アジア系の料理。あ、またこのシーフードさ、もうどこにでもあるんだね。知らない、これね、これ食べたい。バターチキンとビーフランダン、ちょっと美味しそうだな。これ後で来ます。まあ、12時10分で、あ、もう一回アントマン行けばよかったな。じゃあビッググリズリーマウンテンちょっと行ってみますね。グリズリーガルチ来ました。あの、日本だとね、日本とか海外だったね、ビッグサンダーマウンテンっぽいやつなんですけど、全然違くてめっちゃ面白い。ネタバレ見ないようにした方がいいと思います。まあ、もしかしたらね、香港について調べるとみんな乗っててね、乗車中の動画皆さん撮って載せてるのでネタしちゃってるかもしれないんですけど、これから見そうだったらね、見ないでね乗った方が面白いと思います。僕は全く見ないで乗ったらめちゃくちゃ最高に面白かったので、ネタバレなしで行くと面白いですよ、このアトラクションは。はい、グリズリーマウンテン来ました。5分待ちです。いや、これ昨日はね、昼間この時間でも30分とかだったの で、朝開園待ちもあれだったので、やっぱ昨日は混んでたのかな。すぐ乗れそうです。これめっちゃ面白い。これでね、ちょっと気分上げて、で12時半にご飯食べ行きます。はい、終わりました。楽しかった。いや、すごくね、爽快感があってめっちゃいいね。これはどうしよう、ミスティックマナーとかついてたら行ってみようかな。はい、ミスティックポイント来ました。ミスティックマナーがありますね。まあ、5分待ちとのことです。すぐ行けそうで、今外壁工事してるんですよね。はい、ミスティックマナーはホンテッドマンションみたいな感じですね。結構ね、最近のトラックレスの元祖みたいな、ハニーハントの進化系であり、ライズオブザレジスタンス、ランナーウェイレールレーの原型でもあるようなアトラクションです。はい、ヘンリーミスティック教のお家見学ですね。これが SEA の会員ですね。ほら、 SEA、 ここハイタワーさんとヘンリーとここら辺いますけど、あの SEA のドラマを作る予定らしくてですね、この辺で出てくるキャラクターなのかなと思ったり、あとはここに書いてないけどカメリアハルコなんかも SEA ですからね、ソワリンの。終わりました。乗車時間6分間でしたね。ライドが6分のアトラクションって結構充実感あります。いや、よかったよかった。ではちょっとお腹空きすぎてるのでご飯食べに行きます。はい、来ました。なんとかテラスレストラン。あ、結構混んでるね、もう昼時で。このバターチキンココナッツライス食べます。
はい、受け取ってきました。145香港ドルで割引で130ぐらいになりました。バターチキンですね。これが何だろう、タイ米ですね。これはタイ米です。とりあえずいただきます。これ美味しい、今までで一番うまい。これうまいわ。ご飯食べ終わって今トゥモローランドの前にいます。食べ終わってから喋って歩いてたんですけど、マイクこれ充電切れちゃってて録音できてませんでした。なので今ここからになりますが、さっきのレストラン美味しかったですね。この旅で3回目の食事だったんですけれども、一番美味しかったな。まあハンバーガーも良かったんですけど、あっちもすごい料理として美味しかった。香港ディズニーランドね、やっぱご飯平均的に1食3000円くらいかなと。どんだけ安く済ましても2000円、まあ1食3000円だと思うと香港はいいんじゃないかなと思います。今13時半過ぎてます。14時ぐらいにはもうパーク出たいので、あと30分ぐらいアントマン乗っていきます。数え間違いじゃなければ今37回乗っていて、キリがいいんであと3回乗っていこうと思います。まあ、なるべく最高得点目指して頑張ります。38回目の挑戦、アントマン行きましょう。138万6000点、130万点でした。今14時10分です。14時半にはね出ないといけないので、今ちょっと見て列止まってなかったら行っちゃおうかな。あれなんかめっちゃなんか列できてるな。いや違うか。いや一回行きたい、最後にもう最後だよって感じで行きたいな。スルスル行ってるから行っちゃうか。最後行っちゃいます。41回目ラストです。ガチのラストですね。もうこれ行ってすぐ帰ります。よし、35番最後です。打ちやすそうな銃来ました。108万点。これにて終了です。アントマン、はい、というわけでアントマン&ダバスクナノバトル、こちら1日中ループしました。昨日今日合計で41回乗って最高142万点まで行くことができました。見るべきところのポイントの目が慣れてきまして、臨機応変に対応できました。結構このアトラクション運ゲー要素が強いので、まあ運をねより出すってところもあるんですけれども、やっぱ得点がね100万から130万で上下したっていうのはありましたね。で運とねいろいろタイミングが合わさって140いけそう。まあ理論的にね150万くらいも見えてきたので、次行ったらね150万目指したいんですが、まあまた一日中ねループしに来るかどうかちょっと分かんないですね。2日間ありがとうございました。大満足です、よかった。じゃあね帰ります。多分ね東京のシュガーラッシュのアトラクションもこれに近くなるんじゃないかなと思いますので、香港のアントマンのライドめちゃくちゃ面白いので、ぜひ香港ディズニーランドに行ってこちらのアトラクションをやってみてください。そして僕の142万点以上をこう停止せずにね打って超えた方がいたらね、ぜひご報告ください。はい、エントランスに戻ってきました。年パスセンターでピンをね3回以上来園でもらえるピンをちょっともらいに行こうかなと思います。今14時半ですね。飛行機があと3時間後で、さあここから空港まで1時間なので、まあ2時間前くらいの到着で行けるかなところですが、帰りの電車とかがよくわかんないので、まあ頑張っていきます。とりあえずピンもらってきますね。はい、もらってきました。香港ディズニーランドね3回年パスで来るとこのねオラフのやつが今もらえるらしいです。で10回になるとねもっと大きいなんか穴行けのやつっぽいんですけど、今回3回でした。マイルストーンでね来園回数にてもらえるらしいです。はい、こちらもらいました、よかった。はい、ではね今14時半でちょっと時間がギリギリになってるので、このまま帰ります。じゃあ出ますね、このまま飛行機乗って東京に帰ります。バイバイ香港ディズニーランド、バイバイ。はい、出ました。よし帰るぞ。きっと同じルートでちょっと帰ってみようかな。トンチョンのバスですぐ行けんのかな、まあ、分かんないけど、まあ時間あるんでとりあえずまあ行ってみます。はい、というわけで退園しました。これにて1泊2日香港ディズニーランドの旅終了です。あとは帰るだけですね。いやーよかった、アントマンにね41回乗って
ビッググリズリーマウンテンとミスティックマナーに1回、あとモーメンタスとマーベルのショー見ました。僕が総画までなんでこれ見たかったんですよね。いや、やりたいことね全部できてめっちゃ良かったです。いや非常に楽しかった。ハリウッドホテルもねとても良かったし、初の一人で海外ディズニーというところでねドキドキしましたが、あとは帰るだけです。香港ディズニーランドね、定番の魅力とか全然伝えられませんでしたけど、多分でもいろいろと楽しむことがあります。今回の興味持ってね香港ディズニー行きたいなと思ってくださったら嬉しいです。それではね、今回もご視聴ありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録と高評価でこの活動を応援していただけますと非常に嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら、バイバイ。と言ってもこのまま空港に行くんですけどね。はい、駅に来ました。いやこれ来たところと帰るところでどの電車に乗ったらいいのかなって思ってたんですけれども、多分見てください、これサニーベイとディズニーランド、もうここしか繋いでない電車、もうこれしかないですね。もうホームもこれしかなくて、この一歩なんで往復なんですよね。だからこれ2つも乗ったらいいって感じですね。はい、ベイサイドなんだっけ、なんとかサニーベイですね。はい、サニーベイに来ました。次トンチョンに行きたいのでこちら乗ってきます。はい、1個隣なんでこれ乗っていきますね。はい、トンチョン駅に着きましたが、ここからどうやって行っていくか分かんないんですよね。とりあえずなんかバスターミナルみたいな、これバスターミナルみたいな、行ってみようかな。昨日朝来たとこ同じところな気がする。すごっ、何この建物。外から見るとさこんな感じだけど、下何これ、おっそ、行けんのこれで行けんのこの建物、これすごいな。よし、バスターミナル、バスいっぱい来てるね。で、ちょっと空港行きみたいなのを探してちょっと乗っていきます。はい、ありました、 S1。 今があれもうすぐじゃないか、これだよね多分ね、 S1。 あ、もう書いてあるわ、行って行けるかな。はい、無事に空港に着きました。ちゃんと案内に従って乗ったらね、ちゃんと空港まで行けました。パーク向こうでいたのが14時40分だったので、今回もね50分ぐらいでしたね。これで東京着くのが4時間後なんですけど、時差プラス1時間で帰ったらね23時ですね。東京はチェックインカウンターのところに行きます。はい、空港来ました。ターミナル1、こちらまっすぐで良さそうですね。はい、もうさっきの道まっすぐ行ったらすぐこっちでした。あー、じゃあチェックインしていきますか。めっちゃ眠い、いい感じに眠い。これもう飛行機乗って寝て帰り着きたいですね。はい、ここっぽいですね、 H カウンターで。ここでじゃあチェックインします。僕ね今日リュック1個で来てて、機内の預け入れがないのでね、柱のセルフチェックインで行けました。なんか持ち込みできる人はカウンター行かないといけないっぽいですね、そこの看板を読んだ限りでは。はい、じゃあねもうちょっと時間潰して飛行機ので行きます。はい、今飛行機の搭乗口の近くにいます。今16時35分です。16時頃に出国の手続きを始めまして、ここからですね30分ちょいぐらいかかりました。で17時5分にね搭乗開始なので、まあちょうどいいんじゃないかなと。15時にパーク出るとギリギリになっちゃうんじゃないかなって思いました。飛行機乗っていきます。無事に東京に帰ってきました。じゃあこれでね入国審査受けて終わりです。混んでるのがね少しでも参考になれてれば、チャンネル登録高評価でよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんも香港モーメンタス最高のショーなので見てみてください。じゃあまたね、バイバーイ。